ではお世話になりました、ありがとうございました。行きましょうかね、船長、最終日やりましょう、やりましょう。今こそ全員やんだ、全員やんだ。昨日おとといとは状況変わってるから、良くも悪くもどっちかに転んでほしいですね。めっちゃいいかめっちゃ悪いか。逃げた。いや、いいとこだった。いい宿だった。よし、最終日頑張ります。皆さんご機嫌いかがでしょうか。釣りは世界を救うのでしょうか。そんなことより見てみませんか。でしょはい、最終日最終日最終日絶対ですね、頑張って。もうね、状況は昨日と一昨日と全然違うと期待大と思うよ俺。とこちゃん、とこちゃんはジギング、いや、俺最初投げる。おいいね、まだ元気なうちにね。そう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 、頑張っていきますか。いきますか。ちょっと俺はあのおすすめの脱ペンシルを投げていこうかなと、はい、思いますので、はい、皆さん頑張りましょう。頑張りましょう。よろしくお願いします。揺れるね。揺れるよ。揺れるね。よし、じゃあ行ってきます。行きます。はい。30メーターまで浅くなりますか。30ね。そこで出るっすよ、きっと。やっぱ下に行くんですか。下。下に行くと、まあ、結構横走りと言いますか。なるほど。はい。めっちゃ根ずれするとかは意外とあんまりない気がします。なるほどな。最初は走らせて、ね、最初絶対止まんないんで、そこはもう行かせて、その間にこうフッキングしたりとか、はいはい、あのこうギンバルというかこう。差を立てる準備をしていただいて、なるほど、勉強になります、はい。まあでも興奮しすぎて、うん、そんなん考えたらなくなりますけど。ホッパーもありな気がした。迷いまくってるじゃないですか。迷いまくってる。今乗るわこの色。次はこの色。多分これな気がする。されてるんですか。はい、お絵描きしてます。連日あのちびとびウオが餌っぽかったので。 OK でしょ。夏ですか。あ、てこれ、釣れた、釣れました。わかった、こっちから来る。あれ、徳島二郎君がお絵描きをしておりました。お絵描きお絵描き、お絵描きをしてます。これな気がする。常に。ルアーに。ルアーに。月山ね、ときちゃんそういう眼科系みたいなオカルト的なやつ。あれ。月山ね。パチンコはオカルトは嫌い。いやいや、鼻は触っちゃいかんとか言うやん。何だっけあれ、あのスロット。鼻の。鼻光るとこは絶対触っちゃいかんとか。そうなんですか。で、たまになんか お姉ちゃんのおっぱいを触るとか。ああ、なるほど。それはいいんだ。それはいいや、楽しんでやりたい。なるほど。それがルアフィッシングですもんね。さあ、来た。お絵描き飛び往来だ。羽つけたろ。羽つけた。見してカメラに、カメラに見して。いや、もう飛び往来なった。いや、昨日とその前と小原それの正解が羽つけた、羽つけた、うん、あるかもね。あの昨日のと昨日持ち終わっただけでね、羽つけたけど鼻は触っちゃいかんみたいな。鼻は触ったらいい。そこは絶対なんですね。そこは絶対。いや、
なんかおじちゃんおばちゃんとかよ、サワイオンサイヤ。サワイオンね。そう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 。そういう件が逆に。触りませんよ。触りませんよ。だって触っても触らなくても変わらないんだから。じゃあ触ってもいいや。なんで？確かに。じゃあ触って。違う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 。あの一定でずっとできない。今出た。今出たっすよね。今出た。今の出た音。今出ました。今出ました。うわあ、全然見てなかった。今出ましたね。出たっすよね。出ました。出ちゃった。うん。俺この時にボチャンっていう時、あら。これローライトパワー。ほらー。ほらー、チャンス。チャンス。惜しい。徳ちゃんの顔ば見よった。太陽が出てきたな。冷やしサングラスかけよ。とっちゃ知っとる冷やしサングラス。冷やしサングラス。キンキン冷えてる。キンキン。キンキンに冷えすぎて見て何も見えん。やばい何も見えん。マジで何も見えん。おじいちゃんみたいになってますよ。とっちゃ何も見えん。冷やさんがよかった。これに混じりますからね、ジャイアント徳島。ティーリングですか？重そうですね。重いっすね。やってんで。任せてキャスティングは。頑張ってちょ。頑張るよ。キャスティングの方が楽かもしれない。だいぶ重い。だいぶ重い。よし。ミノーに変えたぞ、ミノーに。左。行け。シンキングミノヒットヒットあのよれてるとこあそこあっちよしヒットゾーンはい、食った次のキャストかーいこのキャストやなここのキャストで決まる3日間の全てが抜けたうわくそー来たー一瞬で抜けたまだあるよーうードキッとしたーあー針に乗った感じがしなかったです震えるしびれるぜやってることは間違ってないってことやなあーこの波いいわ
本当にヒットゾーンやったな。まさにだね。まさにやったですね。ちょっとイメージが湧いた。イメージが湧いた。3日目にして。ニオンちょっと一通り南から北まで流し終わったんですけど。はい。ラスト1時間半。お。実績の目線に移動します。はい。走ります。はい。なるべくあの釣り時間取るために爆速で走りますので。はい。ラスト1時間半。右投げです。右投げ。よし、気を取り直して。行くぞ。行くぞ。おら。お？メガネ、メガネ頭にかけてたみたい。非常にヒット。ヒットしてます。あ、聞いてるんだこれ。手にしますか。うん、これは。じゃあ、ちょっと高橋さん、はい、どうぞ、交代しますか。じゃあ、小林さん行こうよ、小林さん。これ左巻きできないですね。行きましょう。お君行け。行きましょう。ジンバルは？ジンバル大丈夫？大丈夫です。ジンバルがあるんで。ありがとうございます。どうぞ、行ったらい。これ、魚？マジで？左やりづらってなったら言って。一回根にかかっとっちゃない。うん、なんか変。でもずっと走れます。いや、走ってます。魚浮かせられます。魚が走ってます。走ってます。ただ俺左巻きがちょっと本当に変わる、うん、変わる。全然違うな。俺ジンバルってやつつけろうかな。出そうにねえな。てか逆にちょっと緩めた方もいいかもしれないね。緩めても、はい、腰にくる。もし何かが根に入ってるんだったらですね、船の後ろ側に回ってスプールを押さえてもらって船で引っ張るしかないかもですね。あのブレーク覚悟で。そうしましょう。行こう、行こう、行きましょう。あ、切れた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 切れました。切れました。謎でしたね。何だったんでしょうか。サメだったら入んないですか、ネニア。いやでも社長ナイスファイト。ナイスファイト。結構かけてたら浮いてくるか。ああ、なるほどですね。スイスイスイって上がっていくのにジャーだった。ああ、確かに。姫路からの。ヒアダからのサメからの、サメがこういう大きな岩のドロップオフに入っちゃう。ああ、なるほど。そこから動かない。ナイスファイト、ナイスファイト、ラストナイスファイト、ラスト頑張りましょう。切れ目があったもんね、今のね。あったあった。ちょうどそこの方に行ってましたもんね。あそこから動かないと思う、うん、切り替えていこう。よん ラスト一投いきます。ラスト一投やるだけやった。やったやった。さっきついてきよったもんね、なんか。うん。お疲れ様でした。チックショー。チックショー。残ったの傷だけ、歯型だけか。この歯型を晩酌。歯型を見ながら晩酌するか。こりゃ3日間お疲れ様でした。お疲れお疲れ。これはこれはやりきったぞ。お疲れ様でした。あれね、過去一きついね。だってテープルブルないよ。
俺だってね、今日2リットル、3リットル飲んでるけど、1回もトイレ行ってないもん。おしっこだよ。おしっこ出ないよね。顔もね。もうこれがおしっこ。え、いや、それおしっこじゃない。顔をこう拭いてさ、うん、ちょっと舐めたらさ、うん、しょっぱい。いや、今もしょっぱくない。ぽくない？俺ね、ルアーに肩ついとった。ドクちゃん。まだね、欲しいね。まあまあでもね、嬉しい。鼻型がついたってことはまた来いということでね。でも、こう口使ってくれただけでね、なんか、まあ、これでとりあえずは大丈夫なんだっていうね、うん、自信っていうかね、あれも、ね、いやでも楽しかったね、めちゃくちゃ楽しかった、うん、ありがとうございました。ありがとうございました、社長もありがとうございました。ありがとうございました、皆さんありがとうございました。じゃあ、ここから3時間、港に戻って5時間かけて帰ります。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。皆さんお疲れ様でした。お疲れ様。船長もありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございます。記録表も入ってるからね。あ、はい。記録の大物旗がついたね。そうね。あ、それ帰って食べよう。食べよう。ありがとうございます。ご視聴ありがとうございます。釣り岡佐賀岡ではキッチンカーゴルフスタジオも営業しております。はい、キッチンカーは神崎駅北、ゴルフスタジオは釣り岡ハウスの横にございますので、詳しくは概要欄に貼っておりますので、ぜひぜひチェックしてください。